はい、こんにちは。前回は倉田先生をぶち殺してしまうという奇行に及んだんですけども、まあ早速、行こう。言葉出てこなかった。これで、あ、でも4つ光ってるから、うん、倉田先生も恨んでる相手だったんだよ。ミサオちゃんのね。行こう。これでいいのかな？ミサオちゃん？見つけてくれてありがとう。でもこいつなんか結構性格悪い気がするんだよ。工藤くんのことを死ねとか言ったりさ。待ってくれ。トーマ。メガネ女から聞いたぜ。やること全部やったんだろ。どうなったんだ。ミサオちゃん、ありがとうって言ってた。きっともう大丈夫。ことは、呪いは解けたんだな。学校も元に戻るんだよな。わかんないけど。あ、でも明るくなってるから戻ったんじゃない？外が明るくなった。トーマくん、外に出てみよう。行こう行こう。ん？教室？ここは教室？全部元通りになったのか？なんかポンタロー透けてねえか？え？ミサオちゃん？え？ミサオちゃん！なんでいるんだ？もしかしてこれは過去の記憶とかってことか？僕のことが見えてないのか？吉野！みんな聞いて、大ニュースなんだ？これ聞いたら爆笑よ？嫌な予感しかしねえな。なんだよ、吉野。もったいぶらずに教えろよ。な、この中にトーマに恋してる女の子がいます。はぁ？何お前、俺に告ってんの？この切り返しができるようになりてえな。あたしじゃねえよ。あ、もしかして。その女の子はクラスでも目立たない地味なミサオちゃんでーす。なんか今の言い方すげえムカつくな。マジ？あ、私？あんなやつのどこがいいの？トーマとかいうさ、顔も性格もヘラヘラしてるやつのどこがいいの？ミサオちゃん。ほらほら、トーマくんすぐ近くにいるよ。告っちゃいなよ。いいじゃん。付き合おうぜ、トーマ。え？俺さ、前からお前のことを気になってたんだ。トーマくん？え？はぁ、トーマ、マジで言ってんの？ミサオだよ。うっせぇな、俺が誰と付き合おうと、吉野には関係ねえだろ。かっこいいな。こういうやつだからこそモテるのかな。メアド、交換しようぜ。いいな、このアグレッシブさがあればいいのかな。俺も、すぐにさ、なんか、誰でも、彼でも、LINE 交換しようぜって言えば、友達になれるのかな。うん。この光景、覚えてる。この時僕も、教室にいた。これは、ミサオちゃんが行方不明になる前の光景だ。どうして吉野さんにバレちゃったのかな？あ、でも本当に好きだったんだ。なんでもいいや。だってトーマくんの彼女になれたんだもん。吉野さんに感謝しなくちゃ。あ、トーマくんからメール来てた。ミサオ、好きだよ。ミサオも俺のことを好き？あ、なんかイチャイチャしてる。面白くねえな。トーマくん？何これ恥ずかしすぎるよ。なんて返信しようかな。なんか、ういういしいね、うん。なんだ？あ、乙女じゃん。あ、来たよ。なんだ？何？
え？ミサオちゃんの純情メール大公開。私もトマくんのこと大好きだよ。別にいいじゃん。のろけ話みたいなところあるじゃん、こんなの。トマくんのことが世界で一番好きです。あ、もうほら、ラブラブじゃん、ラブラブ。あちゃーポエムにしちゃったの？あー、ちょっと、あいたたかもしんねえな。私ね、トマくんの気持ちをポエムにしたの。まあ、ほら、ポエムの出来次第ってところはあるからね。嘘、これ全部私の、まあ、ポエムが悪いんじゃないけどさ、まあ、ポエムにしちゃったか、ちょっと痛いかもしんないね。あなたが好き、あなたを思うとそれだけで胸が熱くなってチョコレートみたいにとろけそう。まあ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 、高校生ぐらいの頃にはよくあることだ、きっと。うん。ちょっと痛いかもしんないけど、まあそんなにね。あれだ、なんかもうフォローしきれねえわ。こいつは痛えわ。嫌いじゃないけど、ポエムか。ポエムを送っちゃうのはちょっと、握手じゃろ、アリンコ。吉野さんの仕業ね。吉野さんがトーマくんの携帯を盗み見たんだわ。ひどい人。吉野さん、あなたがトーマくんのことを好きなの、私知ってる。きっと、嫉妬してるんだわ。あ、そうなの？吉野も好きなの？モテモテじゃん、トーマ。でも無駄よ。だってトーマくんは私のことが好きなんだから。多分、違うと思うよ、俺は。いやーん、やだってば、ほら、乙女ちゃんとイチャイチャしてるもん、あいつ。いいじゃん、誰もいないんだしよ。トーマくん？もう、トーマのエッチ、何してるんだ、お前ら、学校で。ミサオのメール、掲示板に貼り付けたの、乙女だろ？知らない。お前しかいねえだろ。乙女にしか見せてねえんだから。クズじゃねえか、こいつ。知らないもん。知らばっくれるか、こいつ。イチャイチャしてる。キャー何見せられてるの、俺。工藤やべえ。もう工藤が出てきただけで面白い。ボコボコにされてるやめろって、もう、工藤が出てきて、爆笑ポイント1。ボコボコにされてて爆笑ポイント2みたいなところあるじゃん。トーマの彼女になったからって、いい気になってんじゃねえよ。なんだよ、その目は。こんなことしたって、吉野さんはトーマくんの彼女にはなれないよ。もしかして、あの、縁の間にあった、墓、あるじゃん。上四つはあいつらだったけども、下三つ、一つ、まあ俺の名前で二つがわからないってなってたんだけど、こいつらが、この取り巻き二人があの墓か？その場合やっぱり俺に何かしたのかな、この子に。はぁ？の野郎！ボコボコにされてる。やめろ、多分。こんなボコボコにされてるシーンを見て笑ってるの俺くらいだろうな。ミサオのくせに舐めた口叩きやがって、何？なんだ？あ、やりすぎ。あ、それはやりすぎだ、吉野。あんたとトーマが本当にラブラブか、確かめてあげようか。どうやって？いや、何するの？話して。なんだ？やめて。何してるの？うわー、ミサオちゃん、大胆。なんだ？記念写真撮ろうよ。ほらほら、ミサオちゃん、笑って。はい、チーズ。何してるんだ？ひそひそ、ミサオちゃん抵抗したらどうなるか分かってるよね。この間の写メ、ばらまかれたくなかったら、おとなしくいい子にしてんのよ。なんだ、恥ずかしい写メを撮られたってことか？たっぷり可愛がってあげなよ。なんだ？え？ああ、え？あ、そういう？あんまり
口にはできねえような行為ってこと？じゃあさ、あの取り巻き二人と男子生徒の名前をさ、下の墓に書くべきなんじゃないの？なんで俺の名前書いた？もうやだよ。もうやだよ。かわいそう。誰がいるのか？倉田じゃないの、これ。出たな、倉田。隠れてないで、出てきなさい。犯人め。この声、倉田先生。こんなところで何してるんだ？早く寮へ戻りなさい。消灯時間はとっくに過ぎてるぞ。先生。どうしたんだ？もしかして倉田っていいやつだったのかな？てっきり俺犯人とか言って殺しちゃったけど。少しは落ち着いたか？はい。でも嘘ついてるよね。なんか相談に来たけど忙しくて構ってあげられなかったって言ってたもんね。何か辛いことでもあったか？悩みがあるなら遠慮なく話してくれ。先生がどんなことでも相談に乗ってやる。え？先生はミサオちゃんの相談に乗ってあげていた？ねえ。彼女は行方不明になる前日、俺を訪ねてきたんだ。何か相談があったんだろうが、俺は忙しくて、ろくに彼女の話を聞いてやれなかった。彼女が苦しんでいたことは知っていた。あの時、ちゃんと話を聞いてやれば、彼女が消えることはなかったかもしれないのに。倉田先生、どうしてあんな嘘？怪しいぞこいつ。やっぱりお前か？先生には言えないことか？先生、私、失恋したんです。赤みたいですよね。失恋したぐらいで、トイレに閉じこもってお泣きするなんて。そんなことはないさ。俺だって、若い頃、失恋した時は夜が明けるまで、学校のトイレに閉じこもって嘆いたものだ。倉田先生でも、失恋したことがあるんですか？俺が失恋するのはおかしいか？なんかめちゃめちゃいい先生じゃない今。やべえ。俺もしかして、やっぱり、間違いだった？だって、あの、先生、優しくてかっこいいし、みんなからモテモテだし。学生時代は地味でどんくさくて、全然モテなかったよ。あれなんか、いい先生じゃないか？そうだったんだ。地味でどんくさいなんて、なんだか今の私みたいです。そんなことはない。君はとっても魅力的な人間だよ。先生？君はそこらにいるバカ女たちとは違う。彩香ちゃんのこと言ってるのか？真面目で優しくて物静かで。俺はね、君みたいな娘が大好きなんだ。ん？あ！先生？禁断の愛じゃん。ミサオ。先生、いや、話してください。君の手、とても綺麗だ。あ、もうこいつやっぱりキラヨシカゲじゃねえか。もう俺の推理通りだよ。キラヨシカゲじゃん。冗談はやめてください。綺麗だよ、ミサオ。気持ち悪い。気持ち悪い、こいつは。こいつはダメだ。ひー、そりゃひーだよ。急に腕ベロンされちゃったら、そりゃもうひーでさ。いや。ミサオ？
どうして逃げるんだい？俺のことが嫌いなのかい？さっきは俺のことを褒めてくれたじゃないか。さあ、こっちへおいで。いや、いや、来ないで。え？え？何の音？いやー、これは完全に手首切り落とされた音だ。あれはもう完全に手首を。やっぱりこいつキラヨシカゲじゃん。なぜだ？なぜみんな僕を拒絶するんだ？どうして？僕を拒絶するなんて許さない、許さないぞ。やべえやつじゃん。な、死んでないかそれ。生きてる？ミサオちゃん。トイレ？あ！やっぱりこいつ犯人じゃねえか。これで君は僕のものだよ。もうこいつじゃん、犯人。いや、もう名探偵の推理通りじゃん。ちょ、なんか、犯人じゃないと思って謝った、さっきのあれ返して。今のは、倉田先生がミサオちゃんを。俺、知らなかった。ミサオがあんなひどい目に遭ってたなんて。ま、トーマは半分ぐらい悪いかもしんないけど、そこまで悪くなかったよね。うん。ミサオ、ごめん。トーマくん。君がしたことは許せないけど、ミサオちゃんが死んじゃったのは君のせいじゃないよ。だから、あんまり自分を責めないで。ほんたろう。見て、学校が元に戻ってる。呪いが解けたんだね。ミサオちゃん、苦しみから解放されたんだよ、きっと。なんか、トーマとは友達になれそうだな。生徒会室って、確かここだよな。鬼瓦会長に会いに来たんだ。お世話になったんだし、挨拶ぐらいはしないとね。でも、鬼瓦さんいるかな？お！うわ！うわ、全く同じリアクションしてる。君、そのところで突っ立って何をしているんだ？あの、鬼瓦さんはいますか？鬼瓦？誰だい？それは、お前知らねえの？鬼瓦会長。あの存在感抜群の会長。名前もビジュアルもめちゃめちゃ存在感がある、やべえやつ。生徒会長の鬼瓦さんです。何バカなことを言ってるんだ、君は。生徒会長はこの俺だ。え？え？鬼瓦なんてやつ、生徒会にはいないよ。え？鬼瓦会長いないの？いつもの日常が戻ってきた。彩香や吉野たちはいない。ミサオちゃんを殺した倉田先生も。でも、それを気にする人は誰一人いない。彩香、俺の彩香、帰ってこねえのか？異界で死んだ人は、存在をかき消されてしまうのだろうか。でも、僕は忘れない。みんなのことを。それに、吉野や倉田先生がミサオちゃんにしたことも、全部なかったことにするなんて、できない。もしかして、鬼瓦さんも、異界で？会長！いや、不吉なことを考えるのはやめよう。あの日から、鬼瓦さんと、トショコちゃんの姿を見ていない。トショコちゃんも？二人がどうなったのかわからないけど、不思議な人たちだったな。
こら、よそ見してるやつ、ちゃんと前を向きなさい。先生、ごめんなさい。あ、もう笑うんじゃねえ。ミサオちゃんは依然、行方不明のままだ。僕が見つけた彼女の肉体は跡形もなく消えてしまった。もう彼女が発見されることはないのかもしれない。だって犯人がさ、犯人の存在自体が消えた場合ってどうなるんだろうね。でも大丈夫。彼女は最後、笑っていた。きっと苦しみから解放されたんだ。これ以上、誰かが犠牲になることもないだろう。なんかフラグくせえな。トーマ、死ぬのか、お前もしかして。すべて終わったんだ。そうだろ、ミサオちゃん。トーマ？はい、というわけでこちら無事にクリアすることができました。いや、最後、なんか後味の悪い感じで終わったね。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。このなんか、左のすげえ可愛い女の子が女主人公ってことかな。じゃあ右のめちゃめちゃイケメンはポンタロウか。いや、こちらこそありがとうございました。なんか、太ももがエッチーね。え、最後、考察しろってこと？いや、ちょっと待て。新エンディングってのがあるぞ。というわけで、今回最終回かと思ったんですけども、新エンディング楽しみたいと思うので、また続きやっていきます。そんじゃあご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。